ど、なんとですね、私、おそらく世界初なんじゃないかな。ハロー YouTube。 今日はですね、新 R25 の広告案件でですね、アートメイク行ってまいりました。どうでしょうか。かなり眉毛がね、綺麗に目立つようになっております。ということで、今日のテーマなんですけど、なんとですね、私、おそらく世界初なんじゃないかなと思うんですけれども、 AI で、ほとんど書いたビジネス書を、なんと Amazon Kindle、Kindle Unlimited でも読めるんですけれども、280円で、デジタル書籍オンリーでですね、販売させていただきました。パチ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 。ということで、これはですね、私が新しく立ち上げたスラックベースのオンラインサロン NeoHIU で、企画したところです。NeoHIU のスラックでは、チャット GPT というですね、GPT-3 という大規模自然言語モデルを搭載した AI、チャットボットみたいにしてですね、AI に質問できるプラグインみたいなの入れてんですけれども、それが盛り上がってですね、これで本書けんじゃねえみたいな話になって、そこでですね、会員のパソコン太郎さんとですね、ほぼ二人で、ほぼというか完全に二人でですね、NeoHIU 出版っていうのを立ち上げてですね、その第一弾として私の本を作ってみました。なんとタイトル、もうすでに Kindle に上がってます。夢を叶える力、あなたの未来を変える7つのステップというね、本の題名になってますが、なんとこれもですね、AI に考えさせました。とりあえずですね、買わないとわかんないようにしておりましてですね、買わないとか最後まで読まないとわかんないようにしてます。私が書いたのは最後の後書きだけです。後書きでこれ AI が全部書きましたっていうのでネタバラシしておりますけれども、このタイトルもですね、これ堀江貴文さんが書いて売れそうな、ビジネス書のタイトルを考えてくれということで、夢を叶える力、あなたの未来を変える7つのステップというね、そういう題名、これ AI が考えました。何もいじってません。そしてですね、これ7つのということなので、章立てをですね、自動的にまたやってもらいました。例えばですね、一章ですね、夢を大きく持てとかですね、なんか言いそうじゃないですか。そういうやつ。で、二章は目標を明確にせよ。三章は、プランを立てろ。四章行動を起こせ。五章失敗を恐れるな。六章努力し続けろ。そして七章成功を共有せよと。これにさらにですね、章目次みたいなの作らせて、その章目次からですね、最終的に本文も堀江貴文さんが言いそうなことを書いてくれということで、意義のある夢を見ようって書いたらですね、その後自分にとって本当に意義のある夢を持つことが人生を豊かにするためには必要不可欠ですみたいな、本当もっともらしい僕が書きそうな文章をですね、完全に GPT-3 だけで書いてます。構成ほぼ入れてません。そしてですね、なんとこうタイトルもですね、 AI お絵かきロボットというか、 AI でたくさん僕の写真をですね、学習データとして与えると、なんかそれっぽい感じの、顔にしてしまうというね、そういうボットも作りましてですね、そういう表紙も作りまして、それでなんとついに完全に AI に作らせた本をパソコンタレと、作ってしまいました。ということでね、ぜひ Kindle、 まあ Kindle Unlimited で全然構わないので、ぜひぜひ、読んでみてください。ほんとね、 AI って本書けるようになったんだみたいな感じがすると思います。そしてですね、新しいですね、ホリエモン出版という名前でですね、 AI で編集を行う出版社というのを立ち上げました。まあそうだな、自分のオリジナリティとか文章をある程度学習させて、章立てとかね、タイトルとか自分で決めた方がいいのかもしれないですけれども、そうやってですね、 AI で編集作業をやると、まあライターさんが考えるようなことを AI にやらせるんですけれども、それはまあそれなりにかなりいい状況になってるのかなと。さらに言うとですね、僕が帯文をAI に考えてもらうんですけれども、僕の顔も AI が考えた、写真だし、 AI が考えた帯文なんですけど、僕の名前で帯文を出すっていうサービスもその、本には付帯してまいります。そしてなんとですね、僕の声もですね、音声合成でですね、できるようになりました。ボイスピークっていうですね、 AI 音声合成ソフトにですね、僕の学習データ4時間分ぐらい撮ったかな。これでですね、オーディブルも読み上げさせると。これもね、ちょっと聞いてみてください。ことで、自分自身を高め、より豊かな人生を送ることができるようになります。最後に、意義のある夢を持つことは、人生において本当に大切なことの一つです。すごくないですか？
これ僕の完全音声合成でテキストデータ買わせてるだけでこれやってくれるんですね。これでオーディブル版もやります。こういうのもやりますし、もう第一弾実はもうパソコン太郎のアナログ術っていうですね、こういうタイトル、ちょっと見えないかな、見にくいかな、パソコン太郎のアナログ術っていうことでですね、第一弾のもう出版も決まってるんですけれども、一般にもですね開放しますんで、ぜひ AI で本作ってみたいなと思う人がいたらですね、ぜひホリエモン出版なりでネオ HIU に入ってもらったりとかするといいと思います。ということで、AI で初めてビジネス書を作ったカミングアウトといいますか、ネタバラシでございましたということで、いってらっしゃい。